一緒にいただきます。皆さんこんにちは、カーティビのセルシュート、ありがとう、ゆきさんです。はい、ということで今回は何ですか、ゆきさん。今回はですね、もう匂いが好き、もう、うん、私大好きなガラスを1000円分買ってきました。じゃあ100個あるってことだよね。100個あって、これ全部当たり付きです。まあいいね、食べようぜっていう曲です。でもさ、当たりはあると思うじゃん、100個もあるんだから、うん、ちょっと勝負しようよ。俺勝負したがりだから、マジで。ほんとそう、カルティビなんで。そうそう、カルティビなんで。誰が一番多く当たりがあるか。はいはい。まあ、なかったらないでしょうがないけど。誰その、自分、おいおい、やめろ。アリスでそれ。おい、やめろ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 。お前そんな、おい、そんな怖いことするな。1個ずつ来て。そんな怖いことするな、お前ら。まあ、こういうせこいことはやめましょう。100個あるか、まあ、とりあえず33ぐらい。1人。余裕だよ。行きましょう。これめっちゃ懐かしいんだよね。俺もこれめっちゃ食べてた。これ当たり多いイメージあります。うん、分かる。これ冷え冷えコガム好きやった。じゃあそれから食わないとですよ。それから食わないほうがいい。なんで一回吐かなダメですか。そうか。ガムは最後ですね。手を合わせてください、はい、合わせました。ご一緒にいただきます。なんかこれ幼稚園のこうやってそんなやつだよ。え、僕小学校の時ずっとそうでし。お、うわ、外れだ。うまっ。次俺この忍者スクラッチ、うわ、初めて見るこれ。なんだこれ、何この粒。ミンティアの美味しい版みたいな。うまいっすよ、今の表現。ほら、こんな感じです、皆さん。これ粒がある。あ、覚えたよこれ。これどういうこと、どういうこと、どういうこと。あぁ、ガガガガガガ。忍者の集権が当たっていたら当たり。もうこんなスクラッチするんだ。ちょっとスクラッチラストにしよう。当たりそうなやつを探して、これいきます。うん、いきます。夏で、まあそんな簡単じゃないか。コーラのボール、コーラボール。外れ外れ。グミいきます。うわ、外れだ。うまい、これが一番うまい。外れだ。外れ外れだ。グミおいしいね。もうグミしか食ってないですもん。俺も麺しか食べてない。麺食べた時絶対麺って言われてますよ。それじゃないと当たんないですから。ハズレだ。ですよね。メーン、ハズレ、メーン、ハズレ、ハズレ、ハズレだ。うわぁ、ハズレだ。やっと。とりあえず嘘つきますから。これ寝て寝た。あの顔嘘や。そういう嘘いらないですね。もう一個おまけ。マジ。さっきしゅんくんが取った、組取ったの。これ当たり、当たりっす。そう、俺取った。こっちは取った。取られた、当たり。はい、10円当たり。ってことは、今んとこ吉さん以外は当てたということで。まあ、待てよ、ちゃんと当てるから。でも検証動画にもなってるよね。100個でどのぐらい当たるのか。じゃあひんやりんこガムにしよう。あ、外れ。ガムいきます。外れでした。はい、ガム2個外れました。僕も2個外れました。外れました。間違い探し、間違い探しの間違いの方に生まれてきたよな。ありがとう。あ、尻尾また来た。間違い探しの正解の方。あ、前髪だ。めっちゃうまいで、僕。僕もお前らは競いやりたいんか。いつもちょっと勝負しようよ。俺勝負したがりだから、マジで。じゃあ一緒にやろう、一緒にやろう。もう当たりより風船が無体験ですから。やってた。うわー、ラムラストにして当たり。ほら、イエーイ。よし、ラストもうこんぐらいだから、あと頑張ろう。うぃなんでそんなうまい。うぃー、うますぎ。よいしょ、外れ。
ほんとだ、持ってました。よし、最後だよ、これです。じゃあまず1枚目ね。はい、何が出た当たるんだっけ。手裏剣が、忍者に手裏剣が当たってきたら当たる。ノーコンでした、1枚目。あ、当たった。え、あ、当たった。シロの忍者に当たったんで僕は10円ゲットしました。僕も一緒です。また当たりました。また同じシロ。ラスト、みんなじゃあシロからいきましょう。せーの、当たった。おー、当たったじゃん。シロ当たりました、10円。はい、ってことで当たりの数を数えてください。3つ2つ4つ。え、嘘、3つ。ここが同点だね。ほぼ俺だ、これだったから。1000円使って、まあ、100個がありました。そして当たったのが8個かな。8個、100分の8。100分の8、50分の4、25分の2。大きい当たりはなかなか難しいかなって感じかな、うん、これいいかもね。うん、これ楽しい。赤のやつで当たってたら100円、青で50円、黄色で20円、白で10円なんで、10円結構当たりやすいのかなね。うん、そういうの探すのも面白いかもね。探しでいこう。そんな感じだったんで皆さんもぜひ試してみてください。多分ちょっと自分たちより多く当たるかもしれないし少ないかもしれないんですけど、それはもうあなた次第です。ということでこの動画はこれで終わります。せーの、 See you later! バイバイ。手裏剣、まあ、負けてはなんない。